当たったか。なんで反撃してこない。上弦じゃないのか。禰豆子、その姿になるな。鬼化が進むからやめろ。首を、早い。でも上弦は首を切ったからといって必ず死ぬとは限らない。時藤君、油断しないで。分裂。一方には頭が生え、もう一方には体ができた。後ろは俺が。同時に切れば。禰豆子。時藤君。休み前の DIY パパとママです。今日は鬼滅の刃ハンティング分身カルテを作っていきたいと思います。明日撮影で使うカラクを前日の夜に作っております。はい、今なぜ寝巻きだと思いますか。これ DIY が終わったらすぐに寝ちゃうからです。お休み前ですね。そうです。間に合いませんからね。そうです。慌てて作ってますよ。はい、明日やりますから。はい、ということで早速作っていただきます。カラクっていうとあれですね、山伏みたいなのね、これ下げてんだよね。で、あとあれね、でっかい宇宙みたいなね、でっかい宇宙みたいなね。モミジではないけど、モミジみたいな形のでっかい宇宙は、ちょうどうちにね、なぜかこんなものがあったので、これでカラクで大丈夫かなと思ってね。はい、やっていきたいと思いますよ。はい、まずまー、あ、ちゃんは山伏のこのボンボンね。そう、はい、これ、はい、ダイソーで買ってきましたよ。フラワーペーパー。フラワーペーパー、お花みたいなボンボンを作っていく。そうそうそう、はい、パパはね、これでね、推しの子を応援したいと思います。じゃあ早速ね、これパパこのあれ、これもいらないね。ピーリピーリだ。あ、ママ待って待って、ママどっちがいい。そんなのが違う。これはね、丸型なんだけど、こっちは三角型。じゃあ三角に作りなよ。揉めてますよ、早くも。常に揉めてますから、我が家は。いつも揉め。LINE 株式会社の元社長の書いたね、ビジネス書に書いてありましたよ。クオリティを求めてね、スピードが遅くなってはね、元も子もないみたいなね。視聴者の方はそこまで求めてない。早く出せと、お前早く分裂したとこ見せろと。重いでしょ。急ぎますよ。クオリティあまりこだわらずに、破けててもいいので、あとはパパの芝居でね。カラクのへっへっへ、楽しいね。そんなんだったっけ。楽しいね、ジョー、楽しいね。カーロス・リベラ、パンチドランカーになった後のカーロス・リベラで、ジョー、楽しいね。わかんないよ、薄くて何にも見えない。めちゃくちゃいいじゃん。めちゃくちゃいいじゃん。白、じゃあいっぱい作ろうか。白が一番いいよ、それ。なんか緑のフェルトこうにやって、そう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 、ここにこう完璧じゃん。完璧でしょ。全く問題ない。完璧です。これまーちゃん、まーちゃん、今のまーちゃん、今のまーちゃん、うん、完璧じゃん、ね。じゃあ OK かな。全く問題ないです。もういいよ、これは。今日の我が家の夕食はね、サバでした、ね。うん、美味しかった。200円の半身のサバをね、うん、家族3人で分けて。そこ言うな。食べますよ。そこ言うな、パパ。
基本的にうちは一人前を3人で分けるタイプの家ですから。やめれ、そのこと言うな。まあ、その点ね、納豆と卵かけご飯はいっちゃいますよ、これね。だわ。いいよ、適当で。あの、破けちゃっても構わない。もうすっげー破れてるわ。全然いい。ゴミみたい。ゴミはダメだね。牛太郎のね、武器にさ、ボンドを6本ぐらい使ったの。あれ、傑作だった牛太郎の釜ね。すごかったよね。あれは一生、何をやっても壊れなかった。完璧だった、あれすごい。侵入した虫をさ、牛太郎の釜で叩いたら気絶してた、ね。クーンってやったからね、パパが。すごい。あれ元ダンボールですかね、ペラペラの。そうだよ、あれあんな頑丈にボンドでガッツリ固めてね、6本使って600円だからね。当時はほら、金に糸目をつけませんでした、ね、当時まだね。でも最近はもうあれですよ、200円のサバをね、3人で分けて食べるっていうね。とはいえサバだからさ、そんな子供とか女子供もそんな食わねえだろうなってさ、パパ食うからって、意外と2人食うじゃん、サバ食って食うじゃん、意外食うねみたいな。パパ、これポチです、サバ。これポチ。しょうがないから、納豆と卵かけご飯でお腹いっぱいしました。納豆とね。納豆、永遠の味方ですね、貧乏人のね。そうだよ。納豆がなかったら、パパはね、多分もうね、ぐっそりしましょう。いいかよ。お、こんな、なんか違う。赤い部分が多すぎる気がする。そうね、ちょっと違うよ、パパ。トマト？トマト。トマトケチャップみたいになっちゃってんじゃん。なんか違う。もう普通にもみじにしちゃおうか。うん。こんな感じかな？こんな感じの方がまだあれか、ぽいか。うん、そうね。今度ちょっと赤少ないじゃないの？少ない、少ない。難しいじゃない、思った以上に。でも、うん、まあまあいいでしょう、こんなもん。そう OK、 じゃあこれできたから、あとはじゃあこれを同じものをもう一個作ればいいだけ。そうだね。 OK、 で貼るだけだ。 OK、 じゃあこれはもう目処がつきました。目処がつきました。早い。目処がつきました。早い。今ちょっとね、君の瞳を逮捕するの陣内貴則をちょっと待って、意識してみました。浅野ゆう子に怒られる陣内貴則。分かんない、誰が分かんのよそれ。あ、これでいいじゃん、もみじとね。これもうちょっとバランスよく作れば OK だよ。友達やりたいもんね。ほら、できた、素晴らしい。でもなんかその、カラフというより、卒業式の父兄みたいな感じで、PTA 役員みたいな感じになっちゃってる。大丈夫かな。できたー。あーすごい。できたー。素敵素敵。すごい、これでほら。ほら、完璧。パパ、やってるところがおっぱいみたいな、ちょっとやめてずらしてくれる。なんかちょっとエッチっぽいかな。はい、ということでこれをね、ちょっとまたね、明日撮影の時間までに何か不思議な力によって出来上がっていることをただただ祈って眠りたいと思います。何かね、この世に不思議な力があるということを信じて、きっとこれがね、綺麗に出来上がっているだろうということを夢見ながらね、今日はお休みしたいと思いますよ。まあちゃんどうですか？大変でした。はい、ということで、はい、じゃあせーの、最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンもお願いします。チャンネル登録もお願いします。違う動画見てね。バイバイ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 。